皆さんこんにちは。犬が愛らしい動物であることは多くの人が同意されることでしょう。そして皆さんもご存知の通り、犬は人類の最良の友と言われています。多くの飼い主はペットたちの面白くて感動的な瞬間を捉えた写真や動画を撮影しては毎日 SNS に投稿しています。アメリカカリフォルニアに住む夫婦ジョシアさんと妻の B さんには、レノックス君、クリス君、そしてテガン君という3人の小さな子供たちがいました。しかし彼らはさらに2匹の犬を家族に迎えました。ボスとラフィと名付けられた犬は巨体にもかかわらず人懐っこくて愛情深く、子供たちにもとても優しく接していました。家はますます賑やかになりました。3人の小さな子供たちと2匹の大きな犬はみんなとても仲が良く、笑い声が絶えることはありませんでした。このような素晴らしい関係をジョシアさんと B さんは心から喜んでいました。ボスとラフィはニューファンドランド犬で、カナダ原産の超大型犬です。体重はどちらも60キログラムもありますが、性格は穏やかです。2匹のおかげでレノックス君、クリス君、テガン君はいつも楽しそうで幸せそうでした。クリス君は野球が大好きで、学校で野球の授業があると真剣に取り組みます。ある時もうすぐ試合が予定されていて少し緊張気味でした。もちろん家族総出で応援をしに行くつもりでしたが、残念ながら犬はグラウンドには帰れません。クリス君はどうしても理解することができませんでした。今まで一緒に育ってきて、いつも一緒だった犬たちがこの日は彼の応援に来れないのです。そして当日、一家が出かけようとしていた時、外に出たクリス君に巨大な犬が駆け寄りました。クリス君は驚きませんでした。ラフィとボスだったからです。犬たちは試合前にクリス君を元気づけようと思ったのでしょう。クリス君の顔中を舐め、応援の気持ちを伝えました。クリス君はびっくりしたようでしたが、ラフィとボスの応援が気に入ったようで、最後には自分からキスを求めて顔を差し出す始末でした。この動画が撮影されたのは2016年ですが、 SNS を見る限り3人の子供たちは今でもペットとの生活を楽しんでいるようです。応援のキスをする巨大なニューファンドランド犬というタイトルのこの動画はどんどん口コミで広がり、 YouTube で600万回以上再生されました。そして心優しい大型犬ほど可愛いものはないとの多数のコメントが寄せられています。2019年この一家は古い家を売却し、アメリカ全土をキャンピングカーで巡る旅に出発しました。全ての州を訪れることが目標です。私たちはただ神が導くところに向かいます。この1年で50の州全てを訪問したいと思っています。愛と喜びに満ちた気ままな日々を楽しんでいます。言うまでもありませんが、家族の忠実な友ラフィとボスも一緒です。ちなみに旅の途中でジョシアさんが素晴らしい仕事のオファーを受けたため、一家の旅行は8ヶ月で終了となりました。それでもこの期間に5人と2匹の大家族は36州を訪れることができました。彼らはインスタグラムで旅の様子を公開し始め、今では20万人以上のフォロワーが一家のニュースを楽しみにしています。人気の秘訣は何といっても巨体ながらも心優しく愛嬌たっぷりの犬たちです。ニューファンドランドはとても賢く知能の高い犬種です。この素晴らしい犬たちは人にも慣れやすく、私たちが飼うことのできる中で最高のペットの一つでしょう。それでも動物を飼う前には様々なことをよく考える必要があります。ほとんどどんな動物にも言えることですが、悪い動物はいない、いるのは悪い飼い主だということだけは忘れてはなりません。さて皆さん、今回はここまでです。ビデオが気に入ったらいいねをしてチャンネル登録をしてください。ではまたすぐにお会いしましょう。